しく聞いてみレディオ。はい、今週も始まりました第37回のこちゃんレディオのお時間です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ前回のレディオでいただいたコメントからお読みしていきます。はい、お願いします。はい、あ、レディオネームアロハさん、こんばんは。こんばんは。前回は生レディオお疲れ様でした。楽しかったです。はい、ありがとうございます。はがき送りましたよ。はい、無事に届いております。受け取りました。ありがとうございます。記念に1枚だけ手元に残してるんやって、そうなんですか。ね、嬉しい。なんかね、あのはがきのデザインも姉がこちょこちょして、うん、そうそう、こだわってやってましたよ。こだわったって言ったらちょっと恥ずかしいんですけど、ね、ちょっとした思い出になれば嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、でふと思ったのですが、はい、お姉さんはお誕生日10月、はい、妹さんはいつですか？おお、聞いていただきましたね。これはありがとうございます。私は2月でございます。2月でございます、はい、冬に生まれました。はい、2月15日でございます。日にちも言うのね。バレンタインデーの次の日にこの世に生を受けました。はい、はい、素晴らしいです。ありがとう、はい、ありがとう、はい、で、あ、エルちゃんのお話、はい、あ、エルちゃん、みんなエルちゃん、そう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 、はいはい、1代目がシーズー、うん、2代目が秋田犬、3代目が柴犬です。私が知っているのは2代目と3代目です。すごい、あの同じ、ね、犬種でもないんですね。ほんまや ね、全然しかも違うじゃない、うん、秋田犬に行くのがすごい、ね、シーズーちゃんから秋田犬に行くのすごい ね、なんか振れ幅がすごい、うん、可愛いですしね、モフモフしてて、ね、私シーズーちゃん大好きです。そう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 、シーズーちゃんをね、うん、飼いたいなって春子ちゃん迎える前にね言ってたんですけど ね、まあ、ご縁がなく、うん、春子ちゃんとご縁があったということで。そうなんです。はい、はい、コメントありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、マロウさんですね。はい、こんばんは、のこちゃんレディオ初コメです。ありがとうございます。ね、時々あのチャットにはご参加いただいておりまして、ね、はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。まあさんの動画の再生 1.9 万回すごいですね。ね、人ごとみたいに感じちゃうもん。すごいですね。ちなみに愛犬の名前もノアです。あ、そうなんや、すごい、しかもちゃんと綴りも一緒だ、ね、ローマ字一緒、おしゃれ、おしゃれ。私の名前がのりこなので、のこちゃんと見ると親近感を湧いてしまいます。字の並びがちょっと似てますもん ね。私もさ、うん、名前しのなので、うん、なんか能がついてらっしゃる方見たらちょっとなんか、あの、ひらがなののって可愛いから、うん、いいなって思っちゃう。自分で言うのもなんやけど、くるってしてるのが可愛い、まあ、ね、可愛いよね、能ね。能とかこう可愛いですよね。可愛い、可愛い。あ、でお姉さんの選抜した蜂が、うん、私が尾崎フラワーパークで購入した蜂とダブりまくりでちょっと嬉しい、うんうん、あ、嬉しい。尾崎フラワーパークさんってすごいですよね。行きたいんですよ。ちょっとね、なんか車で行けるかなとか思って、うんうん、あの検索したんですよ、はいはい、つい最近、うん、7時間8時間って書いてて私死んでしまうわと思ってちょっと諦めました。新幹線とかになるかな。そうですね、うん、でもさ、ハチとかさ、うん、まあ、まあ仕入れろよって話なんですけど、うん、なんか欲しいのもしやったらさ、やっぱり新幹線より車の方が、うん、なんか他のところも行けるしなとか思って、できれば車でと思ったんですけど、ちょっと日帰りでは難しい時間だったので、うん、一旦諦めました、うん、はい、ね、なんか関東地方にもさ、いっぱいおしゃれな植物屋さんとかいろいろあるやん。行ってみたいんです。行ってみたいですよね、はい、勉強しに行きたい、はい、で、あ、以前にもお願いしましたが、はい、目が見えるの4号に高さを合わせると直径が合わずブカブカで不格好です。あ、そう、これよく言われますよね。目が見える4から5号に合う細身の植木鉢なかなかないですね、うん、ないんですよね、意外とね、入らないんですよね、うん、そう、こう、あの目が見えるっていうか、あのスリット鉢自体をちょっとカクカクしてるじゃない、うんうん、まあ、それがね持ち味なんですけど、はい、それがこう引っかかって入らなかったりとか、そうそうそう、あと上がちょっと出てるじゃない、うん、まあ、持ちやすいんですけど、うん、鉢の上には乗っちゃったりとかして、うん、なかなかスポッと綺麗に収まる鉢カバーって、鉢カバーというか鉢とかないんですよね。そうそうそう、これスリット鉢あるあるですよね。そうですね、スリットのプラポットあるあるですよね。そうそうなんですよ、うん、あるあるですね、はいはい、
だからね、また見つかった時は必ず仕入れるようにいたします。そうですね。当店でもよくね、うん、リクエスト言われますので、うん、はい、ちゃんと見てくるようにします。はい。はい、で、先週の生レディオ超楽しかったですよって、ありがとうございます。時々やってください。あ、はい。遅くなりましたが、3周年おめでとうございます。ありがとうございます。びっくりマーククラッカー。それ大事よね。そう、クラッカーね。クラッカー嬉しいよね。すごいなんか祝っていただいてる気分になって嬉しい。そうですね、くす玉とかね。くす玉ね。はい、ありがとうございます。くす玉ね、ありがとうございます。はい、で、ケンさんです。ケンさん、はい。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。先日、はい、マツコの知らない世界というテレビ番組で、うん、ゲームセンターのクレーンゲーム UFO キャッチャーが特集されてました。はい。私もクレーンゲームは大好きですが、お二人様は最近ゲームセンターに行かれたことありますか？最近行けてないね、ゲームセンター。最近は行けてないね。行けてないですね。お盆？あ、そうやね、最後に行ったお盆かな。お盆休みをいただいた時に行ったね、はい、行ったから、あれ8月か、うん、そう2ヶ月ぐらい行ってないね。そうやね。あ、行きたい。多分またね、クレーンゲームの景品も変わってると思うんですよ、うん、2ヶ月あれなんか見に行くたびにちゃんと変わってるよね。そう、変わってるから楽しいんですけど、うん、また行かないとね、うん。お姉さんはねクレーンゲーム好きなんよね、はい、そうなんですよ、うん、またしたいんですよね。あれね、ちょっとね軍資金がないと、うん、あの心ゆくまでできないんですよ。ちょっと1000円2000円じゃ物足りないかな。そう、そうなんです、うん、やっぱり欲しいのがあるときは、うん、まあ3000円ぐらいちょっと握りしめていける余裕がないとできないと思うんですね、うん、上手じゃないからさ、そうそう、すぐ取れたらいいんですけど、うん、なのでね、ちょっと控えてたっていうのもあるし、うん、まあ来月ぐらい行きたいかな。月またいでね。月またいでね。はい、行きたいと思います。私はね、あのコインゲームが好きですよ。あ、コインゲームね、うん、そうなんですよね。コイン落としゲーム。コイン落としゲーム。でそれあれじゃんね、うん、あの小さい時からね。そう、小さいメダルゲームか。メダル、あれはメダルゲームやね。メダルゴエム。誰誰。メダルゴエムってね、うん、メダルゲームとコインゲームは違うんか。いや、一緒ちゃうの。あ、一緒、うん、要はさ、小学生の時かな、うん、なんかメダルゲームしにさ、そうそう、スーパーの中にちょっとメダルコーナーとかある、うんうん、あるじゃないですか、うん、そういうところに一人でさ、そう、こちょこちょこちょって行ってさ、やって帰ってきてたよな。そう、なんかね、あれが楽しみやったんですよ。すぐなくなるんですけど ね、まあ、ねもう軍資金がそのね、うん、まあ、ちょっとだけやからね。そうね、小学生やからね、うん、まだ健全ですよね。そう、健全よ。このもう、うん、母にもらったお小遣いの範囲でやるっていうね、うん、そうそうそう、素晴らしい。健全でした。しかも一人で、はい、一人で。そうなんですよ。その時はね、あの、うん、あのコインゲーム行ったわみたいな感じやったんですけど、うん、今思うと、うん、あの小さい妹がメダルを握りしめて、うん、スーパーの中に吸い込まれていくことを思うとすごいなんか、うん、なんかちょっと、あ、なんかキュンとくる、なんか。ね、楽しみんでんねんなって。そう、ああいうの大好きですね、はい、うん。で、あ、畠山さん、はい、こんばんは。こんばんは。先週の生レディオは本当に楽しかったですね。うん、嬉しいですね。ほんわかした雰囲気で心地よかったです。って、ありがとうございます。ありがとうございます。レディオでお話しされていましたが、はい、私も人見知りな方なので、うん、初めての人は話しかけるときにドキドキしてしまいます。そうですよね、緊張しますよね。これね、うん、人見知りじゃない人ってすごいよね。すごいと思う。でも私いけるかも、うん、いや、あの、そのお店に来られた方に対してはやっぱりちょっと声かけていいのかなとか、うん、まあね、多少なりとも気を使うところはあるんですが、うん、私結構ね、あの買い物に行くと独り言言ってるんですよ、うん、あのこれかわいいとか、うん、これどうやって来たらいいんやろうとかを一人で言ってるんですよ、うん、多分私出てるんですね、うん、で後では自分では出てるわって気づくんですけど、うん、無限に出てるんですよ。その流れで喋りかけれると思う、多分。あ、だから一緒のような服見てる人おったら、うん、それかわいいですよねとか、いや、無理やな、言ったことはないよ、うん、言ったことはないんですけど言えると思う、私は。だからあれやんね、うん、お洋服屋さん行ったらさ、うん、店員さんとすごい喋るやんか。喋ります。店員さんに決めてもらうもん、うん、似合う、どれが似合うと思いますかって店員さんに聞くもん。あ、そう言われるとさ、店員さんもこう、うん、お話ししやすいから。そうそう、そうなんですよ。どんどん教えてほしい時は自分から声かけた方がやっぱりいいんですよ、うん、まあね、なんかね、あの
声かけられ待ち、うん、まあ、するとき私もあるんですよ、うんうん、あのうろちょろうろちょろして、うん、そろそろ声かけてくれへんかなって思うこともあるんですけど、うん、まあ、これはやっぱり聞きたいなってときは自分でやっぱり声かけちゃう、かけちゃって喋っちゃっていらんものまで買っちゃう。うまいこと乗せられてるよね。乗せられるタイプなんです、うん、なんかこのスカートには、うん、この中にほらスカートまた重ねたりするのあるやん、はいはい、これが合いますよとか、うん、別にいらんやんスカートやねんからさ中に挟んでも、うん、急いでいけるわけやん、商品としてあるんやから、うん、やのにあお前かわいいわと思って買っちゃう、あで家帰って別にいらんかったなって思うこともある結構あります。でもまあその時間は楽しめてるもんね。その時間はね、そのやり取りの時はね、そうそうそう充実してるんですけど、うん、後から思うと別にいらんかったなって思うこともまあまあある。いいお客さんやな、うん、話聞いてしまうんですよね。ほらだってほら美容師さんとかもすごい喋るやん。私、うんうん、もうね美容師さんは喋りかけます。私がすごいよ、ね、気まずいの、あの無言で髪乾かされてる時間とかも気まずい。だから気心知れた、うん、もうさもう長年お付き合いしてるような美容師さんが、うん、無言で乾かしてるのはいいんですよ、うん、別に、うん、私結構その施術されてる間それはじっと見るタイプなんですよ。嫌やな。あの iPad とかでさ今本読んどいてくださいねって渡されるじゃない、あれをこう髪の毛乾かされてる間も読んでる人おるやん。あなたも、うん、あなたそうか、私そう。だそれができひんの、あなんか申し訳ないなと思って申し訳ない畳んでおいて、うん、見ちゃう。えなんじゃ、じっと見ちゃう。鏡越しに、うん、あの美容師さんを見てるってこと。そう、あ、まあ、美容師さんを見て顔を見てるっていうよりかは手元を見てるって感じ、動きを見てる。じっと見ちゃうの。だからそのハサミとかで切られてる間も、うん、何も喋ってなくても閉じておいちゃう。まあ、何も喋ってないことはないんですけど、うん、いつも喋っちゃうから、うん、でなんかさこうシュッシュッシュッってスプレーしたりする人いるじゃない、うん、途中で何か分からんけどそれを聞いちゃう、うん、あ何振ったんですかって、何振ってるんですかとか、あ別にあの聞いてもすぐ忘れるんですよどうせすぐ忘れるんですけど、うん、何使ってるんですかとか、うん、なんかハサミって結構高いですよねとか、なんか取り回してたからハサミ高いなって、人間用の方が高いと思うんですよ、ね、うん、あワンちゃん用の方が高い、まあ高いから、うん、高いものって知ってるから、うん、高いですよねとか、何丁ぐらい持ってるんですかとかめっちゃ聞いちゃう。でも覚えてないのよ、後でどうやったかなんて覚えてないのその会話をしたいっていうだけやね。そうそう、喋りたいっていうのでめちゃくちゃ喋りかけちゃう。すごいね。すごいでしょ、うん、すごいかな。私はあのずっとあの iPad で読んじゃうわ。まあ、それもね全然いいんですよ、うん、癒しの空間やから好きなようにしたらいいんですよ、お客さんもね。あの犬の気持ちをずっと読んでる。あ、いやいやいや、ああいう時しか雑誌読まんからさ、そうやね、私もだから読むけど、うん、来たらもうだからさヘアカラーとかのお薬をネリネリしてる時間あるやん、うん、その時間は読むけど帰ってきたら畳んでおいて塗ってて、うん、え染まってますかとか聞いてるもうちょっとですねとか言われたりとか、あでも美容師さんからしたらその方があれかな、いいんかな、うん、まあ、美容師さんによるか、まあ、美容師さんもね喋るのが得意じゃない方もいらっしゃる。作業に集中したい方もいらっしゃるもんね。そうなんですよ。だからね、私まつげ X してしてるんですけど、うん、あれってもう目つぶってしてもらうんですよ、うん、だから大半の方は多分寝ちゃうみたいなんですけど、うんうん、私ずっと喋ってるからもうね笑っちゃうんですよ喋っててで、うん、なんかテンション上がってくると、うん、眼鏡ピクピクするの、わかります、なんか痙攣するっていうの、テンション上がっちゃって、うん、目つぶってんのがピク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 って、そっか目は動かされへんからか、そっか、ほんならあのアイリストさんがさ、うん、困るじゃない、困るよ、ただでさえ繊細な部分やのにパパパパパってさこうピクピクピクってさまつげパパパってされたらさ絶対困るやん、分かってるけど止まれへんのよそれあどうしようどうしようってなるんですけど、うん、それに多分輪をかけて精神的にあのテンション上がっちゃうからピクピクピクって収まらなくて、それでまた笑っちゃって、でアイリストさんがあ大丈夫ですよって言ってくれる止まりませんねみたいな、ずっと喋っちゃうんですよ。あこれは結構性格出るよね、そういう美容室あるあるとか、うん、そうでもなんかその行ってる美容室の方にその話をしたのね、うん、アイリストの方と、アイリストさんと美容師さんが知り合いなんですよ今偶然ね、はい、でその話をしたら寝ててくれる方が助かると思うって言われて、まあ、そりゃそうやなって、静かにされて、そうやね、静かに目閉じてくれてる方が、うん、その間にできるしさ、うん、なんかね寝れないんですよ。でも寝るのはちょっと難しいよね。え寝る時もあるんですけど、喋りが楽しくなると寝られへんくなって、うん、結局あのラストまで起きてるんですけどずっと喋ってるの、ずっと。あ
じゃ楽しい時間として捉えてるね。そうしゃべりに行く時間。そうなんです。ネイルとかも。ネイルも、松江区も、美容室も、ヘア美容室も、ヘアサロンか、もう全部しゃべりに行く時間やと私は捉えております。私は結構癒しの時間と捉えてる。いやそれはもちろん。犬の気持ちをもう読みまくって、で時々美容師さんが犬飼ってるんですか、とか喋りかけてくれたら、それは喋りかけるやろうね。犬の気持ちずっと読んでたらさ、飼ってはるわよなと思うわな。目が悪いからさ、もう近いのよこのキャラ。そうか、ちっちゃいからね。そうあでもあれ大きくできるよ、タブレットやから。まあ、大きくするけど、まあ、近い、あ、集中しちゃうと近くなるか。それで時々お話ししてっていうのがいいけどな。あんま自分からはベラベラ喋らんな、まあ、その方のリズムがありますから。 うちの母は最初から最後まで寝てるって言ってた。あ、そうなんや。結構寝てる。寝れんねや。あのパーマ、難しくない？パーマ当ててた時あったやんか。あの時はなんかよくお眠りになられてましたねって言ってたし。わあ、美容室で寝るって難しい気すんな。なんか首まっすぐして寝られへんやん。ちょっとこうなれへん、うとうとって。あれかな、首が曲がるっていうの。寝てると、あの待ってる時かな。時間が長いからかな。まあ、結構起きますからね。かもしれん。うん、お母さん喋ってそうやのにね。いや、寝るって言ってたよ。睡眠に当てるんや。睡眠に当ててるみたい。それもありです、寝に行くっていうのももちろんありやね。そう、でうちのおばあちゃん。あ、はい、おばあちゃんは、あのお姉さんと一緒かもね。結構喋るよね。確かに、結構あのご近所さんと喋ってるイメージはありますね。うちのお店に来てくれた時あったじゃない。あった、お友達と、はい、まあまあ、お友達と来てる時点でもベラベラ喋ってるんですけど、来てくださった全然関係のないお姉さんのお客様にも喋る。これ綺麗やなみたいな言ってて、すぐね喋りかけちゃうんですよね。可愛いよね、あの光景は。ほっこりしましたけど、そうやね、なんかご来店くださったお客様同士が喋ったりしてるの嬉しいよね。そうやね。なんかうちのお店で出会って、ちょっとねその場だけなんですけども話盛り上がってっていうのはすごいなんか嬉しいですよね。そうで、その場で出会って次の週も会ってたりするよね。そう、あれみたいな。あ、これくらいの時間帯に来られるんですか、いつもみたいな、ね、先週もお会いしましたよね、みたいな、ね、そういうのも嬉しいね。嬉しいです。で、あのチャットのねコメントで、あのお名前の方ですか、とかなったりとか。あ、そう、なるから、そういうのも、なんか出会いの場になったら嬉しいですよね。嬉しいです、はい、あ、なんか綺麗に収まったね、お話。いい感じはい、まあ、人それぞれということで。そうですね、人それぞれです。癒しの時間楽しんでください。はい、で、お知らせです、お知らせ。今週はお知らせが毛利ダークさんでございます。そうなんですよ、はい、ほんでですね、どれから話したらいい、動画から話す、何から話したらいい、曜日的に動画先か。そうやね、じゃあ私から。お願いします。今週は、10月も終わりということで、3周年月が終わりを迎えようとしておりまして。本当、ね、一瞬でしたね。あっという間でした。一瞬でした。14日のね、3周年記念日からもう、終わりを迎えようとしているんですが、もう最終週はちょっと頑張りましょうということになりまして、今日が月曜日で、7時にレディを今聞いていただいております、で明日の火曜日ですね、10月29日火曜日の19時から、浅岡園芸さんのハウスにお邪魔した時の動画をアップする予定です。素晴らしい、一生懸命編集してくれました妹が。で、まだあるんです。まだあるんですよ、10月30日ですね、水曜日の19時からまた動画がアップされるんですが、こちらはあのテルノシリーズの伊藤園芸さんのハウスにお邪魔した時の動画をアップします。こちらも素晴らしいです、あのいろんなね品種のポトスを紹介いただいておりますので、もう保存版と言っていいぐらいの内容ちゃいますか、これは。ただ編集は全然終わってません。終わってません。現在進行中でございます。急ぎます。私は後ろであの手を振って頑張れ頑張れって言ってるだけですので、で、次は金曜日やね。そうですね。動画が上がるのは金曜日。あ、違う、金曜日に、そう、金曜日はあのいつも通り、7時からね、新入荷の動画も上がりますので、今週は月、火、水、金としつこいです。そうですね、一気にね、ちょっと流しちゃおうっていうことで、火、水が、ちょっとね、10月をね、うまいこと締めくくりたいなと思いまして、動画をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、
金曜日の、8時半からの YouTube ライブで、抽選会を行います、はい、11月1日ですね。11月1日の金曜日8時半からの YouTube ライブ内で、当店の3周年記念オリジナルグッズが当たる抽選会を行います、はい、で YouTube ライブの最後の方でしようと思っておりますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただきたら嬉しいです、はい、いただきたらいただきたら嬉しいです。でチャットにもねご参加いただけたら非常に嬉しいです、はい、でその日一緒 の、 あの YouTube ライブ内で T シャツ、はい、ついにですねついにやっとですね、はい、あの当店オリジナルの、まあ、ロング T シャツロン T っていうやつを販売することになりました。お袖がロングな T シャツです。そうです、お袖がロングな T シャツです、はい、で、3パターンそうです3パターンの各黒白黒白黒白でご用意しておりまして、はい、受注販売という形を取らせていただきますので、はい、11月1日の金曜日からあのオンラインでの受注と、店頭での受注開始いたしますので、はい、その、ね、内容もまた改めて詳しく説明いたしますので、はい、楽しみにしていただければなと思います。はい、でですね、今週の明後日の水曜日に、はい、木村園芸さんのハウスに、仕入れに行かせていただくんですが、はい、その際に、YouTube の撮影をお願いしております、はい、で、皆様からのご質問を、そのまま木村園芸さんにご質問しようと思っておりますので、私のじゃないごめんなさいね、私じゃないや、のこずのお店のインスタグラム、はい、観葉植物ののこずのインスタグラムのストーリーズに、質問箱を設けておりますので、何かご質問ある方、些細なことでも全然構いませんので、はい、あの伝えたいことご質問などございましたら、どしどしそちらにご応募お願いいたします。はい、はい、以上です。はい、あの木村園芸さんはね、はい、スキンダプサスのオルモストシルバーとか、はい、アンスリウムとかね、そうアンスリウムとかアロカシアとか、ね、結構ねたくさんいろんなものを生産されておりますので、もう100くらいっておっしゃってましたもんね、言ってはった、おっしゃってたので、はい、なので ね、あのいろいろと育て方とかを ね、うん、ね今からちょっとまた冬入ってきますので、気になってる方も多いと思います、はい、なのでねどしどしもう些細なことでもいいので、変なご質問とかもしあったらハブそれはちょっともうごめんなさいね、あの質問できません言ってちょっとハブかしてもらうんですけども、はい、あの通常の植物に関する質問でしたらあの、させていただこうと思ってますので、はい、皆さんのご質問でその際の YouTube 成り立ちますので、はい、ぜひぜひどしどしお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、じゃあお知らせは以上ですか。そうですね、はい、以上でございます、はいはい、じゃあとりあえず、第1弾は明日ですね、明日の19時の動画、はい、朝岡園芸さんで撮らせていただいた動画をアップしますので、まずはそちらからご視聴いただけるとありがたいです、はい、いいねボタンと、グッドボタンか、グッドボタンとチャンネル登録をね、していただければと思います。もしよかったらよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、では大丈夫ですか。大丈夫です、言い切ったはず、はい、お休みも言っとこうか。あ、そうやね、ですね、今週お休みがですね、木曜日ですね、31日の木曜日と、その翌週の11月4日の月曜日祝日、お休みちょっとイレギュラーでいただきますので、はい、ご来店をご考えのお客様はお気をつけください危ない、お客様ギリギリ言えてない言えてなかったか、うん、はい、なのですいません、ご不便おかけしますが、はい、そちら2日間がいつもとプラスでお休みいただきますので、お気をつけください、はいはい、ではね10月の最終週、はいはい、無事に締めくくりたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では最後までご、聞いていただきありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございました、ありがとうございます。